YouTube を取り巻く諸般の事情により修正版になりました。動画の一部に見づらい箇所がございますが、どうかご理解ください。 YouTube の動画審査の人間違えるなぁ。はじめに言っとくが、エミスケは子供じゃないババアだ。わかったか。これから入ります。こんにちは、アミーゴの皆さん。エミスケ、あの子がエミスケです。あ、もうゴールは1キロぐらいだな。女のビースポ旅第1弾ということで、今回は食品工場の中で温泉が湧き出てるという情報を手に入れたので、これから向かいます。あと 1キロぐらいで着きます。出発。もうちょっとで着きますよ。ちょっと細い道、なんか住宅街みたいなとこ今走ってます。ハッピードリンクだ。もうちょっとのはず。もう見えるかな。あ、あった。あれだ。あの商店の中のはず。下調べでは。あれ？休み？休みの日に来てしまい、呆然と立ち尽くすエミスケ。なんか引っ掛けてしまってる。ちょっと人がいないんで裏に回ってきてみます。よ、裏。あ、ちょっと細い道。ドキドキ。さっきの裏はこの先か。あ、あった。これじゃん、これじゃん、これじゃん。湧き出てる。いいな。組みたい。誰かに早く行ってこなきゃ。まだ湧いてる。ちょっと上に行ってみましょう。すいません。すみません、こんにちは。ちょっとここで温泉が汲めるっていう噂を聞いてきたんですけど。よいしょ。今、ここの会社の方に聞いたら、撮影 OK、温泉汲んでも OK っていうことが出たので、これから汲みまーす。やったー、温泉をゲットしたぞー。うわーい。温泉早く入りたい。温泉早く入りたい。よし、ちょっと触ってみるよ。その前に匂いがすごいよ。硫黄のいい匂いがしてる。ちょっと触っちゃうよ。あったかい。あったかい。あー、やばい、服についた。あったかい。うわ、すごいいい匂いする。色は透明ですね。多分それにしても超いい匂いがする。早く入りたいな。ではラッコ先生、温度お願いします。任せろ。よし、ラッコ先生、温度はいかがでしょうか。お、ラッコ先生、はい、38度。ちょっとぬるめかな。入れ方はどうしましょう。温泉がもっとバックさせて、ここに落ちてるこの缶を使って入れさせてもらおうかな。これよいしょ。うっくらよっくらセット。釣りからどうした。
私いつもここでね、うちの中あげるからさ、足をつまりさ、はい、えみすけ、えみすけの、はい、えみすけで、あの散歩してたのね、散歩してたお利口さんね、お利口さんね、お散歩してたのね、ちゅうなの、お散歩してたの、お利口さんなのね。エミスケなんてな、YouTube でこれ温泉なんですけど、これ温泉入れて、いろんなとこで入って撮影したりしてるんです。はい、はい、どうも、バイバイ。溜まったかな、見てみよう。しょ、おー、いい感じじゃねえか。もうちょっとだ。わあ、止まってきたな。色は少し黄色がかっていたようだ。ちょっと手をつけよう。あー、高い。でもちょっとぬるい。プリッ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 プ。よー、もう満タンになってきた。なんかこれ炭酸水みたいに少しもう怒ってる、なんか泡出てる。あ、やべ、満タンだ。お湯がパンパンになりました。あー、いい、あったかい。黄色がかってて超匂いの温泉、早く入りたい。満タン。どうもありがとうございます。ようやく探し当てた幻の温泉、許可を得ようと潜入するも人かけなく途方に暮れるエミスケ。粘り強く関係者を探し当て、ついに許可をゲット。早速今回後編はエミスケが幻の温泉を体験しちゃいます。お楽しみに。出てる温泉で、さっき、寮の方に許可を得て踏ませてもらいました。でも実はこれ入れるの2回目なんです。1回目入れて野尻湖までせっせと運んで入ろうと思ったんですが、入れなくてまた戻ってきて、ここで2回目に入れて、ここで入ってます。濁った感じで、硫黄のいい匂いがします。お湯は結構サラサラめのお湯で、温度はちょっとぬるめかな、38度ぐらい。おーい、あったかいぞー。はい、6000女のビースポタビー第1弾クリアしました。わーい。
ケファンの方に朗報。特別リマスター版は M 式公式ホームページでご案内してます。ちょっと入れすぎたからちょっと捨てるわ。温泉さんどうもありがとうございます。これからいただきます。あとこの食品工場の方ありがとうございます。よし、もう蓋もしたし行くんでーい。おー、テクテクテク。